皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は2022年11月の天文情報解説をやっていきます。11月か、もうすっかり寒くなってきたよな。そうね、冬がそこまでやってきてるね。気温の変化についていけなくて今調子が悪いんだよな。あら大変、それなら宇宙の話聞いていく？いやそこは今日は休むとかだろ。期待には応えられないわ。さて最初に紹介するのは11月7日が立冬ってやつね。暦の上ではもう冬なのか？そうね、二十四節気の上では立冬から立春までが冬で、木枯らし1号や初雪の便りが届き始める時期だし、紅葉のシーズンでもあるね。もみじ狩りとかいいな。じゃあこういうのどう？なんだこれ。国際宇宙ステーションから見た日本の一部だね。紅葉で色づいてるのわかるでしょ？これ紅葉でそうなってるのか。2015年10月から11月にかけて、ゆい宇宙飛行士が国際宇宙ステーションから撮影してね。他にも、東北地方も撮影してるわ。東北の方は紅葉の規模がでかいな。ちなみに人工衛星からの観測でも紅葉が確認できるね。宇宙からでもちゃんと見れるのは分かったけど、やっぱり近くで見た方がいいな。まあその気持ちはわかるわ。紅葉を見ながら金木犀の香りで季節を楽しむのもいいし、お団子を食べながら甘酒を飲むのもいいよね。なんか妙に素直じゃないか。いつもなら紅葉を地上で楽しむなんて時代遅れ、宇宙から見るのが今のトレンドとか言うのに。天体観測の準備を終えて空が暗くなるまで紅葉を楽しんでるからね。へえ、霊夢のくせにそういうこともするんだな。くせにって何よ。景色を楽しんだり双眼鏡で拡大していろいろ見たりしてるんだけど、ずいぶん前ちょっとしたホラーを経験したわ。どうしたんだ？日が沈んで暗くなりかけていた時に、山のふもとに止まってたワンボックスがまるでみこしのようにわっしょいわっしょいと揺れていたわ。あれってもしかしてポルターガイスとか何か？うん、まあそうだな。だからあんまり近寄らない方がいいな。さて次は8日に皆既月食が見られるってお話ね。月食ってどういうやつだっけか。地球の影が月にかかるのが月食で、月は太陽の光を反射して輝いてるから太陽光を地球で遮ってしまう現象だね。へえ、どんな感じで見えるんだ？日本全国で影にすっぽり収まる皆既月食が見られるからこんな感じで見れるはずよ。マジでか、なんだか違う世界に行った感じだな。月食が始まる時間は全国でほぼ同じだね。いつ頃から始まるんだ？うっすらとした影に覆われる半影食が始まるのが17時頃で、17時40分頃に月の半分くらいがうっすらとした影にかかるから明暗がわかりやすいと思うわ。本番前のリハーサルみたいだな。その後18時9分頃から本格的な影に覆われ始めて、19時16分頃に影にすっぽり収まってこういう月が見れるようになるわ。月が赤黒くなるのか。ちなみになんでこんな色になると思う？なんでだ？地球の大気のせいよ。どういうことなんだ？月食は太陽と月の間に地球が入って地球が太陽光を遮ってしまう現象で、こういう赤黒くなるのは影にすっぽりと入る皆既月食のみで起こるわ。でもよく考えたらおかしいと思わない？影にすっぽりと入るならなんで月が見えてるのかって。確かにそうだな。それは赤黒く見えるのと関係してて、まず影に入ってるのに月が見えてる理由は、太陽光を地球大気が屈折させて月に届いてるからで、地球大気がレンズのような役目をしてるせいなんだよね。なるほど、地球大気から光が漏れていくイメージか。そして赤黒く見える理由だけど、これは地球大気を通過するときに大気中にある分子や塵などで青色の波長が散乱してしまって月まで届かないのね。一方で波長が長い赤色は多少散乱して弱くなるけど月まで届いて赤黒く照らしてるわ。ってことは地球のせいで色が変わって見えるのか。日中の空が青く見えるのも青色の波長が散乱してるからだし、夕日が赤く見えるのも地平線方向から入る光が大気中を長く通過するから青色が余計に散乱していった結果だね。大気中を通過する距離が長いほど青色がどんどん少なくなるのか。ちなみに影の中心に近いほど月が暗く見えるね。それだけ光が当たりにくいからか。今回は中心からちょっと外れるから言うほど暗くならないね。暗いやつも見てみたいな。もう一つ、ちなみに必ずこの赤黒くなるってわけじゃなくて他の色になる時もあるわ。そうなのか。ダンジョンさんが作ったダンジョンスケールってのがあって、主に成層圏に浮かぶ塵の多さによって暗くなる時があるわ。マジで？これを見て。
1982年12月の月食はほとんど見えず、単純スケールはゼロだったわ。月食が見えないってなんでだ？さっき解説したけど、月食は地球大気を通過した太陽光に照らされてるのね。そう言ってたな。この時の月食は1982年3月に発生したメキシコのエルチチョン火山の噴火で、多くのガスや火山灰が舞い上がってね、それらが成層圏で小さな塵となって広がってしまうから、月食を照らせない状況だったわ。へえ、火山との関連があるのか。1993年6月4日の月食も同じで、1991年6月にフィリピンにあるピナツボ火山が大噴火を起こして、2年後の月食では単純スケールが1というくらい月食になってしまったわ。2年も間があったのにまだ漂ってるのかよ。自然の力ってすごいね。あれ、最近大きな噴火があったよな。2022年1月にあった噴火トンガ、噴火ハーパイ火山の噴火でしょ？そうそう、それそれ。そのせいで今回の月食が暗く見えるんじゃないのか？2022年5月に南北アメリカとヨーロッパで月食が観測できた時は、単純スケールが3だったからほとんど影響なかったみたいね。そっか、今回はちゃんとしたのが見れそうなんだな。月食は肉眼でも十分見れるけど、双眼鏡で大きく見てもいいと思うわ。その代わり、まだ月が明るいうちから見ると眩しく感じることもあるから、短い時間で終えてしばらく目を休めてからまた使うっていう感じにしてね。もし痛みを感じたらもう使わない方がいいわ。満月って結構明るいもんな。そうね、望遠鏡には月フィルターってのもあるしね。へえ、そんなのがあるんだな。さて次は、9日に天王星が小の位置になるってお話ね。小って太陽のどっちにあるんだっけ？ここよ。地球から見て太陽の反対側にあるのが小の位置よ。なるほど、ここか。この位置にあると日没後に地平線から出てくるようになるから、とても見やすくなるんだよね。太陽の反対側だからそうなるんだな。だけどね、天王星って肉眼でギリギリ見えるくらいだから、双眼鏡か望遠鏡が必須よ。結構暗いってことなのか？機材を使わない肉眼だけでの観測した場合、6等級の明るさが限界と言われてて、足元すら見えない真っ暗な場所で目を完全に慣らしてようやく見えるか見えないかが6等級なんだけど、天王星はその6等級に該当するわ。じゃあ日本国内から見るのは無理ってことなのか？双眼鏡や望遠鏡がないと難しいだろうね。マジか。双眼鏡でもそこそこのグレードを用意しないと難しいと思うしね。いい値段しそうだな。双眼鏡で見ようと思ってる方は、早くて12日の午後10時30分からの方がいいと思うわ。9日じゃダメなのか？9日は満月に近い月がすぐ近くにあるから邪魔だと思うわ。そういうことか。1日ごとに月と離れていくから12日くらいからがいいのと、大気による現行を最低限にするためになるべく高く昇る時間がいいから、その時間からがいいってことね。なるほどな。場所については、近くにこれという目立つ星がないから、星空アプリみたいなのをスマホにインストールしてみてください。それで探せってことか。便利な世の中になったよね。昔は本当にらめっこして星座を探してたし、早見表が出てきてからわかりやすくなったし、今はかざすだけでいいもんね。昔って霊夢は17歳なんじゃないのかって昔の人が言ってたってことよ。設定がブレブレだぜ。さて次は、13日に牡牛座流星群、18日に獅子座流星群があるよって話ね。今月は2回も流星群があるのか。違うわ、3回よ。どういうことだ？牡牛座流星群は南と北があるから3回ね。そういうことか。最初にやってくるのは牡牛座南流星群で、この流星群は9月の終わりから11月の終わりにかけてダラダラと続くから、極大日らしいピークがないんだよね。それでも無理やり極大日を言うなら5日から6日だね。どのくらい見れそうなんだ？条件がいいところから見て1時間あたり1個見れたらいいねって感じだね。少ねえな、待ちくたびれるぜ。次に牡牛座北流星群だけど、こっちも南とあんまり変わらず極大日らしいピークがないわ。それでも無理やり言うなら12日から13日にかけてだね。こっちも1時間あたり1個見れたいね程度なのか？そう思っていいわ。なんだかがっかりだな。でもね、北も南もたまに活発になることがあって、それが今年に該当するんだよね。え、マジで？この流星群の起源は円化彗星と考えられてるんだけど、ダストの塊が周回してくる年があって、その年は普段より多い1時間あたり5個くらい時もあるし、大きな火球が見れる時もあるわ。へえ、じゃあ今年はちょっぴり期待できるのか。
それでも少ない方だから、一応、期待には応えられないわと言っておくわ。どっちなのかわかんねえな。見たい方は、北と南のピークら辺が重なる10日くらいを目安にしてください。次に、獅子座流星群ね。霊夢の余裕星群四天王の空席に座るやつか。そうね、33年周期で大出現するからね。今年は大出現しないのか？次の大出現は2031年以降だからまだまだね。残念だな。普段の獅子座流星群は大獅座流星群とあまり変わらず1時間あたり1個見れるかどうかで。それでも毎年大きめの火球が見れるのが特徴だね。いつが見頃なんだ？18日の0時から夜明け前にかけてだね。でも、極大時間が午前8時ですでに明るくなってるし、当日は半月が昇ってるから観測条件があまり良くないね。月明かりが邪魔なのか。早く大出現が見たいな。2001年の大出現はすごかったよ。どんな感じだった？映像を持ってないから見せられないんだけど、10秒に1個流れていくイメージよ。マジかよ、1時間に1個じゃなくてか。たまに眩しく感じるほど明るい流星も流れたし、空一面が青く光るような流星も流れたわ。そんなの見たことないぜ。でもね、そんなのはまだまだ序の口だったわ。え？クライマックスは午前2時からでね。それまで10秒間に1個だったペースが突然毎秒流れる大流星になって、1秒間に3連発4連発流れることもしばしばあったわ。そんなの見たことないぜ。その中で特に感動だったのは、放射点を中心にほぼ同時に四方へ流れるのを見た時だね。あの時の興奮は今でも忘れられないわ。霊夢だけずるいぜ。早ければ2031年周期通りなら、前回の大出現の1999年から起算して2032年に見れると思うから、その時まで長生きしてね。なんでそんなに先なんだ？流星の元となる塵をばらまいたのがテンペルタットル彗星でね。公転周期がおよそ33年だから、大出現させた塵の集団もおよそ33年ってことよ。そういうことか、待ち遠しいな。視聴者の中でぜひ見てみたい方は長生きしてください。それまで宇宙解説やってるかな。ネタの在庫は100年分以上あるから心配いらないわ。相変わらずネタに困らんやつだな。今日はこんな感じかな。月食の時の天気でも調べるか。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。月食当日の天気どうだった？全国的に行けそうな感じだな。まだ油断ならないね。そうなのか？こういう大きな天文イベントに限って予報に反して天気が悪かったりするのよ。それだったら雲の上まで飛ぶか、高い山の頂上に行けばいいんじゃね？あれ、もしかしたらツアーを組むと儲かったりする？まあ、そういうツアーもありだと思うけど。航空機 DC-10 をチャーターして雲の上を飛び、月食を楽しんだ後、帰りの最中に貨物室の扉が吹き飛んだら、天文界とメイデー民謡法がにっこりだよね。やっぱり儲からないな。たくさんの人のためにも没にしとけ。